こんにちは、太郎です。今回も一緒に日本語と日本の文化の勉強をしましょう。今回のテーマはこれです。日本のコンビニの美味しい食べ物。とても便利な日本のコンビニエンスストア。前回の動画では 日本のコンビニで買えるもの、できることについて説明しました。日本のコンビニは物を買うだけではなく、さまざまな便利なサービスを受けることができる。そのようなお話をしました。まだ前回の動画を見られていない人は、そちらを見てください。 前回の動画ではコンビニでは様々な食べ物を買うことができるという話を少ししました。今回はそれを詳しく説明していきます。コンビニは日本人にはなくてはならないものです。また日本に来た外国人はコンビニで買える食べ物に 感動することが多いです。実際に日本のコンビニで買える食べ物はどのようなものがあるでしょうかあなたも日本のコンビニの美味しい食べ物について知ってください。このチャンネルでは私、太郎が日本の変わった文化や面白い習慣を 簡単な日本語で発信しています。あなたが聞き取りやすいように、日本語のひらがなの字幕も作成しています。ゆっくり話しているので、日本語を学習するのにも役立ててください。また、多くの国の字幕も作成しています。必要な人は YouTube の設定を変更し、 あなたの国の字幕を表示してください。言語を切り替えながら繰り返し見ると、このチャンネルはあなたのより良い勉強のツールになると思いますよ。もしあなたがこの動画やチャンネルを気に入ってくれたら、ぜひチャンネル登録やグッドボタンを押してください。 それでは順番に進めていきます日本のコンビニの美味しい食べ物今回はこれらの項目について順番に説明しますあなたの好きな食べ物はありますかまた気になる食べ物はありますか ぜひ最後まで見てくださいね。一つ目、ホットスナック。日本のコンビニのレジの前には温かいスナック類が売られています。このような光景を見たことがある人もいるでしょう。レジの前には このように食品を保存する容器が並んでいます。その中にはコロッケや唐揚げ、肉まんやフランクフルトなどが並んでいます。とても種類が豊富です。専用の容器では温かい状態が保たれるため、あなたは常に出来たての 食べ物を食べることができます。あなたが少しお腹が空いたと思った時は、コンビニでホットスナックを買えばすぐに食べることができます。ちなみにこのホットスナックという言葉はあまりよく使われる言葉ではありません。実際にはあまり 具体的な呼び方はなく、日本人でもレジ前の食べ物などということも多いですよ。二つ目、おにぎり。日本のコンビニの代表的な食べ物といえば、おにぎりでしょう。この日本のおにぎり。 これは開け方が少し特徴的です。あなたが初めて日本のコンビニのおにぎりを買ったときは戸惑うことでしょう。日本のコンビニのおにぎりには糊がついています。おにぎりはフィルムに包まれています。この糊が湿らないように 工夫されています。開け方を簡単に説明しますね。まず、縦に一周真ん中のフィルムを剥がします。その後、両サイドからゆっくり引っ張ることで開くことができます。あまり力を入れすぎると糊が破れてしまうので注意してくださいね。 コンビニのおにぎりの開け方についてはまた別の動画で詳しく説明しようと思います。これを初めて見る外国人はこのおにぎりの開け方にとても興奮するでしょう。おにぎりにはいろいろな具材が入っています。昆布や梅干し、鮭などです。 あなたがおにぎりを買うときは好きな具材を選んでくださいね。その選ぶ過程も楽しいですよ。日本のコンビニの美味しい食べ物。三つ目、コーヒー。あなたが コーヒーを飲みたい場合、あなたの国ではどこに行きますかカフェやコーヒー専門店に行くのでしょうかもちろん日本人でもそういう場合もあります。しかし日本ではコンビニで売っているコーヒーもとても人気です。日本のコンビニでは このように本格的なコーヒーメーカーが置かれています。この機械ではスイッチを一つ押すだけで豆からコーヒーを引くことができます。あなたはいつでもその場で引き立てのコーヒーを飲むことができます。ホット、アイス、両方とも 作ることができますよ。これも日本のコンビニの人気商品です。日本に来た外国人も手軽に本格的なコーヒーが飲めるということで、とても喜ぶ人が多いですよ。また自分でコーヒーを作るのが楽しいという人もいますよ。 4つ目、飲み物。日本のコンビニでは、コーヒー以外にも飲み物の販売がとても充実しています。このように棚一面に飲み物が売られています。種類もとても多いです。お茶や炭酸飲料。 スポーツドリンクなどです。ぜひ、いろいろな飲み物を試してみてくださいね。おすすめは緑茶でしょうか僕もよく飲みますが、とても美味しいし、日本のご飯に合いますよ。また、あなたの国ではアルコールを買う場合、どこに行きますか 多くの国では専門の店以外でアルコールを買うことができないことも多いでしょう。しかし日本のコンビニではアルコール類も買うことができます。日本ではどこのコンビニでも買うことができますよ。あなたが友達と家でお酒を飲んでいたとします。 もしお酒がなくなれば、あなたは近くのコンビニで簡単にお酒を手に入れることができます。日本のコンビニの美味しい食べ物。五つ目、おでん。あなたはおでんという食べ物を知っていますか おでんは日本独特の食べ物です。日本特有の出汁の中にいろいろな具材が入っています。日本人はこのおでんが大好きです。日本では主に冬に食べる食べ物です。このおでんを食べると とても体が温まります。こんにゃくや大根、卵などいろいろな具材があります。どれもだしの味が染み込んでいてとても美味しいですよ。これも日本に来たらぜひ食べてほしい一品です。 最後の項目です。日本のコンビニの美味しい食べ物。6個目、お惣菜。日本のコンビニではお惣菜というコーナーがあります。お惣菜とは袋に入れられているおかずのことです。大抵がフィルムの容器に入れられています。 このフィルムを外せばあなたはすぐにこのお惣菜を食べることができます。このお惣菜にはご飯に合うおかずがとても多くあります。あなたが仕事などでとても疲れているとします。その場合、もし食べるものがなかったとしても大丈夫です。 コンビニでお惣菜を買いましょう。コンビニのお惣菜はかなり種類が豊富です。今もどんどん種類が増えています。ここでは紹介しきれないくらい多くの種類のお惣菜があります。その中でも僕の おすすめはだし巻き卵です。卵焼きが包装されています。このだし巻き卵はだしの味がしっかり染み込んでいます。これは少し甘くてとても美味しいです。またサラダ類もとても 美味しい商品が多いです。ごぼうサラダは食感も良く健康的で他の食べ物ともよく合います。日本に来たらぜひこれらのお惣菜に挑戦してみてくださいね。はい、今回の内容は以上です。 今回はとてもお腹が空いてくる話でしたね。ぜひ日本に来たら日本のコンビニグルメを楽しんでください。このチャンネルでは日本で生まれ日本で育った私、太郎が日本の変わった文化や面白い習慣などについて紹介しています。簡単な日本語を使って わかりやすく伝えることを意識しています。日本語の学習をしている人は字幕を切り替えながら繰り返し聞いてください。そうすればあなたの日本語を聞く力が大きく向上しますよ。あなたがこの動画は面白いと思ったらぜひグッドボタンを押してください。 また、あなたがこのチャンネルは役に立つと思ったら、ぜひチャンネル登録をしてください。私、太郎はツイッターもやってますので、そちらもフォローしてください。あなたが私を応援してくれれば、私は日本の面白い文化と言葉をより多くあなたに伝えることができます。 最後まで聞いてくれてありがとうございました。